Okay, so cooldowns, sorry. I'll just put that in chat on Discord. So any second now it should be starting up. And my final prediction is that it's gonna be Geno. Oh, there it is. All right, let's see it. It's gonna be something wild. People are gonna be mad either way. Oh man, just starting off with the trailer, nice. Terry. Is it another fighting game character? Or is it another Mario character? What? No. What? The leak was real. What? Oh my god, this is the absolutely the dumbest character, and I'm going to play him. Of course, that's the ult. Wow. Let's be the dash. Oh, I'm absolutely going to play this character. That's fucking hilarious. What? And Enderman? What? Are these all alt costumes? So I gotta say, I didn't expect this. That's insane. That's a giant piston? What the hell? Wow. That's Minecraft. The fuck? いかがだったでしょうか、我々が今見たものが一体何だったんでしょうね。というわけで、世界で最も売れたゲーム、マインクラフトスマブラに参戦です。私としてもこんな日が来るとは思いませんでした。Wow. スマブラの新ファイターは私が好みやくじ引きで決めてるわけではありません。Would you from a 任天 hat? 堂から最初 Okay. に相談を受けて、持ちかけられることが多いのですよね。もちろん実現が難しければ断ることもできるわけですけれども、任天堂の担当者が来て言うわけですよ。桜井さん、マインクラフトってスマブラに入れられないんですYou かね。can't put Minecraft in, of メ course. ガネをクイックイってあげながら、簡単に言ってくれますよね。まあ、魔法的な何かと勘違いしてるんじゃないですかね。マインクラフトってどういうゲームだか知ってます？ That's fucking insane. もう駆け引きとかを成立させながら、あのゲームをスマブラに落とし込む。そりゃ無理でしょう。だから、はっきりビシッと言ってやりましたよ。はい、できます。So, I think Vergeben was the one that said まあ、that 実現できれば Minecraft was とは coming. 考えられます。グラフィックは簡単に済むでしょう。Holy 楽しむのは crap! 簡単な部類だと思います。サウンドは
他のファイター並みかなと。要素は多いけれども、声がないですからね。His alt skins are three different characters. It's kind of cool. そして、ステージ、全部のステージに対して、ブロックを置くという要素を入れるんだ。Oh, shit. 手を加えなければいけないとか、バイオームはどうするんだとか、そういうような要素もあります。あと、なんといっても企画なり、ゲームバランスの調整なりについてはもうすでに未知の領域といってもいいぐらいですね。その、体重とかリーチの短さみたいなものをうまくまとめるのはとっても難しいです。戦法もすごく変わったものになるでしょうね。だけれどもなんとか発売にこぎつけられそうになってきたので、今日お知らせと、参戦ムービーの、ご報告をした次第です。Reveal movie. 参戦ムービーである程度分かったこともあるとは思うんですけれども、それ以上のいろいろなプレゼンというのはやっぱりこの後行いたいと思っています。今までのファイターとは全く異なる要素が多数あると思いますので、 So the blocks break over time. 使い方を知っていただければ幸いです。その放送はこちらです。マインクラフトライブの直前に On the third, what? 改めて説明することが決まりました。私ももちろんマインクラフトはプレイしてますよ。Oh my god! モードで、ビレー建築などはしないですけれども、サバイバルモードで生き残りや街の繁栄などを楽しんでいたりします。とりあえず今日はここまで。後日放送のスティーブ・アレックスの使い方放送をお楽しみにしてください。それでは。ナイス。So... Oh my god!There's a broadcast on the 3rd at 7:30. Fuck. It's like I'm waking up at 7:30 again.